こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫ですえ。ここ数日、アマゾンの専任サポート、ね、担当になりましたというメールが何人かの会員さんに届いています。ね、えこんな風な文面で、これ何でしょうかという質問があってね、えー、おついに1000人マネージャー制度できたんだという感じなんですけど、ちなみにこの初めに質問いただいた会員さんは、現在の 売上がね、月間8万2千ドル。去年1年間だと98万ドルいくつ、ほぼ100万ドル売上げてます。でね、ここまで売上多くなくても、えー、今来てる会員さんの売上を聞いてると、えー、2万ドル以上、月2万ドル以上ね、えー、売上げてる会員さんにこのメールが届いてます。で、日本やアメリカの例だと、新しい国のアカウントを作った際に、実績があるゲタを吐かせる処理をしてもらったり、 例えばね、アメリカで担当がついてた人は、オーストラーアマゾン始まった時に、いきなり売れるアカウントでスタートできました。あるいは、えー、日本で担当ついてた人は、アメリカアマゾン始めた時にいきなり売れる状態でスタートできると。まあ、そういうね、えー、まあ、お得なメリットがあります。それから、テクニカルサポートがうまくいかない時のサポートをしてもらえたりします。これ 文読んでおかしいだろう、お前の返事ってね、コピペしか来ない時に、まあこの担当にね、こういうので今ね、サポートうまくいってないということを言えばね、それをプッシュしてというかね、ちゃんと翻訳して、これはあの、おかしいだろうというのでね、やり取りしてくれたりします。要は、売り上げ上げて問題のない、ね、アマゾンに手数料いっぱい落としてると、もっと売り上げてもっと手数料落としてくださいと。 いうようなね、ことで担当ついてますんで、えー、こちらの方で売り上げ上げれば上げるほど担当マネージャーも嬉しいという状態なんでね、えー、お互いのメリットが一致してるんで、この担当はつけられればついた方がいいと、ね。で、まあ、2万ドル超えなきゃ多分つかないんですけど、えー、1万5千ドルとかね、1万3千ドルぐらいの会員さんの場合ね、 え、利益率を落として売上個数増やせば2万ドル多分達成するのはそんな難しくないと思うんで、まあ、担当制度できたばっかでね、担当ついてる人少ないんで、もし2万ドル狙える会員さんいらっしゃいましたら、今のうちにこれつけちゃった方がいいです。つけといた方がやっぱお得ですね。サポートがうまくいかない。悪い評価がね、どうしても消せないとかね、えー、あるいは、えー、商品。 それは、あの、なぜストップすると全く問題ないのにというのをね、ストップせずに売り続けたり、悪い評価を消したりっていうので、おそらく役に立つんで、狙ってみてください。またね、売上のバス相談の方は、あるいはね、担当マネージャーですけど、どんなメリットあるかとのね、確認、質問の方は、お気軽にお寄せください。お待ちしてます。アマゾン市サポーター、堀秀夫でした。